Yeah, it's fantastic.次の曲も続けていきたいと思います。7曲目、8曲目はですね、C&C ミュージックファクトリーが2曲続いております。Take a Talk と、はい、Just Wanna Chill で合ってます。C&C ミュージックファクトリーちょっとね、非常に再評価最近してるっていうかね、LA に来てからね、CD 聴いてるんですけど、 CD っていうか実際 Spotify 聴いてるんですけど、いいんですよね。C&C ミュージックファクトリーってちょっともうちょっと軽薄なイメージがあったんですけど、こういった曲作れるんですよね。だから、このメロ編は、前半はみんなが好きな曲を入れたんですけど、ここら辺ぐらいから僕のね、R&B 上級者っていうか、偏差値高い人たちっていうか、そういう人たちに対する挑戦状というかメッセージでね、どうですかっていう僕のメッセージが含まれております。じゃあ次行きたいと思います。はい、ジョーの I Wanna Know ですね。素晴らしいですね。ジョー素晴らしいですね。この時代のジョーっていうのはもう外れがないっていうか、素晴らしいとね、何も語ることがないんですよね。で次行きたいと思います。 This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?Just a young boy living in the hub city, Eastside Compton. Back in the days when Ice Cube and Easy had everything. はい、TQ の Westside でございます。98年の作品なんですけど、もうそのタイトルが示す通り、西海岸参加と申しますか、LA のね、歌でございます。で TQ はね、歌手なんですけど、そのアティチュードそのものはね、もう非常にラッパーに近いものがあると思うんですけど、僕最近 LA に引っ越してこういう曲を聴くと、地名とかがね、やっとこう現実とマッチングするようになって、このファンタジーで聴いていたこういう曲がね、ああここがこの通りなのかみたいなのがね、分かるので、非常に僕個人的にはちょっと面白いですね。じゃあ次行ってみたいと思います。Yo, this about to turn into some old gangster shit. So y'all can roll up to this one. Yeah. Yo. Y'all go on ahead and get y'all coops, you know what I'm saying? Bounce to this. Yeah. Sing that shit. Your love is a 187. Taking me to heaven. It's killing me.Yeah.
はい、ホワイトヘッドブラザーズの Your Love is 187でございます。もう曲の冒頭いきなりギャングスターシッって言ってますんでね、こちらもさっきの曲と続いて、ウェスサイのね、ギャングスターフレーバーが入った、歌物なんですけどね。このホワイトヘッドブラザーズっていう名前はですね、マクファーデン&ホワイトヘッドっていう昔グループがいて Ain't No Stopping Us Now って曲が有名なんですけど、そのメンバーのジョン・ホワイトヘッドの息子さんたち2人がね、作ったグループでございます。この曲をかけ、この曲の話をね、今年、いらした、R&B 評論家ライターの林剛さんとね、ちょうどどこでしたっけ、まあ、本当にこの歌の中に出てくる世界観を車で走ってる時に、ちょうどこのホワイトヘッドブラザーズの話になって、林さんと、ホワイトヘッドブラザーズの貴重な話とか聞けたんですけどね、187っていうのはね、確か警察用語でね、殺人っていう意味なんですよね。だからまあ、お前の愛は殺人級みたいなね、そういったこうギャングスターフレーバーを入れたね、曲でございます。で、まあ、なんでこの曲に多分にこのギャングスターフレーバーが流れてるかっていうと、まあ、ドクター・ドレイの名曲 Fuck with the Dre Day、 まあ本当に禁止用語、放送禁止用語を言わないで喋れない解説満載になっちゃうんですけどね、まあ、そんな、曲を下敷きにしてるから、この G-Funk のフレーバーが、感じられるわけですね。じゃあ次行きたいと思います。Don't be afraid, baby. Come a little closer. Take it slow. We got all night. You've been wondering how you can make it be worth waiting. Take the road to はい、SWB のダウンタウンのウェットラディオミックスでございます。これはね、ちょっとね、僕この製品版をいただいてから聞いてね、俺ウェットラディオミックスって言ったかなと思っていてね、なんかね、もしかしたら曲はあってんですけどミックスを間違えて入れてしまったかもしれないってちょっと思ってるんですよね。かなりウェッティーなミックスなんですけどまあそういったこともございますございますじゃないっていう話もございますけど、SWB のねファーストアルバムに入ってるね、ちょっと夕日を感じさせるようなね名曲なんですけど、じゃあ次行ってみたいと思います。 これ以上聴いてるとちょっと泣いちゃうと思ったんでね、止めたんですけど Separate Ways っていう曲ですね、これ。はい、でこのね Separate Ways はね、メアリー・デイビスっていう人が歌ってるんですけど、タブーレーベルっていうのは90年代にあって非常に日本でもね、人気を博していたんですよ。でその証拠にね、何回もねタブーナイトっていうのは東京で行われていてね、アレクサンダー・オニールとかね、シェレールっていうね看板歌手たちが来日してね、暑い夜をね、幾度となく繰り広げていたんですけどもね、あれですね、ジミー・ジャマンのテリー・ルイスがね、参加していたんでね、非常に楽曲のクオリティが高かったんですよね。で有明のエムザ有明中野サンプラザなのかサンプラザ中野なのかちょっと今分かんなくなっちゃうような感じだったんですけど、エムザ有明っていう箱があってね、そこが R&B ヒップホップに熱い箱だったんですけど、そこで結構行われていたのかな、タブーナイトが。だからね、なんかこのセパレートウェイズっていうのはこう男女のねこう分かれ道の歌なんですけどね、結構ね僕こういう曲を聴いて、漫画の着想を得たりするんですよね。じゃあ次行ってみたいと思います。
R. ケリー&パブリックアナウンスメントでスローダンスでございます。ということで、またね、もう一曲ね、 R. ケリーのファーストアルバムからね、入れちゃってるっていうねことがね、今発覚しちゃったんですけど、やっぱり僕 R. ケリー大好きなんですね。まあ次に、ちょっと待ってくださいよ。なんかほら、こうなってくると、その昨今ね、ピエール滝さんの問題、荒井博文さんの問題と、で、まあ、海を渡ってこのアル・ケリーの問題と、まあ、作品に罪がないとかね、あるのかって話してる時に、僕の大好きなダウンタウンの松本人志さんがね、なんかそのピエール滝さんの、問題に関して、なんかその自分が映画を撮って、その中に出てる役者さんがね、ドラッグをやってたら、その演技はドーピング演技になるんで、その映画は下げた方がいいっていう発言をしてるのをね、今朝聞いたんですけどね、非常に僕ね、がっかりしてしまいましたね。松本さんはね、僕好きなんだけど、どんどんね、やっぱこのワイドなショーに出始めてね、まあ彼の不得手な部分を語っていてね、まあ、政治に弱かったりね、紳助さんとかがね、そういった番組やるときはもうちょっと勉強してたんですよね。だから、まあ、どんどんね、ダウンタウンの松本さんがね、ちょっと嫌いになっていっちゃうんですけど、まあ、だからといって、まあ、滑らない話とかね、Amazon プライムの番組は見続けるんで、これこそ、その作品と本人が違うっていうね、ことなんですけど、ちょっとね、脱線しちゃったんですけどね、そのことをちょっと今日感じたんで、言いたかったです。じゃあ次の曲です。A Few Good Men、ね、インタルード、1曲目に入ってた A Few Good Men による Young Girl って曲でございます。これはベビーフェイスとダリル・シモンズのペンによるね、非常に美しいメロディーの1曲なんですけど、ベビーフェイスはね、非常に有名ですけど、その相方のね、まあもちろんベビーフェイスの LA とかいろんな、曲によって相方が違ったりするんですけど、ダリル・シモンズはね、確かね、サイレント・パートナーっていうね、自分のプロダクション名を持っていてね、まあ、多くを語らない寡黙な、パートナーだと思うんですけど、最近ね、やっぱインスタグラムを、いろんなセレブっていうんですかね、有名な人たちもやってるんですけど、ダリル・シモンズのね、インスタグラムをフォローしたらね、ベイビーフェイスと一緒に写ってる写真があるんですけどね、サイレントパートナーのね、パーカーをね、着ていてね、ちょっと欲しくなりました。じゃあ最後の曲になります。
はい、アレクサンダー・オニールのセンチメンタルっていう曲が、最後の一曲でございます。この曲はね、アレクサンダー・オニールの何枚目だろうな、まあ、中間ぐらいの3枚目とか4枚目のオーキューメンっていう、まあ、本当にあのジャマンド・ルイスとの蜜月の、まあ、それ以前もいいアルバム、それ以前の方がいいのかなっていう人もいると思うんですけど、まあその商業的にも、内容的にも、かなり充実した時代、まあそこからねちょっとジャマンド・ルイスが、アレクサンダー・オニールをプロデュースしなくなっちゃうんですけどね、まあ両方双方にとっても、実にいい時代だった、時代の一曲でございます。でね、このセンチメンタルっていう曲はね、サビ近い部分でね、なんていうかな、僕ねずっとねこの曲をね、訳をね誤解して理解していてね、恋愛の歌だと思ってたんですよ。で、When I think of you, instantly I get sentimental ってなんかこうインスタントリーだと思ってたんですよね。で、まああなたのことを思うと、まあ、自動的にセンチメンタルになっちゃうんだよっていうね。でもね、確かね歌詞カードをね確認したらね、 When I think of you history だったっけな、 history I get sentimental つって、この曲は実はお母さんのことを歌ってる曲だと思うんですよね。で、まあこれを語ってる時点でまたそれも間違っていたら恥ずかしいんでね、本当にじゃあ調べろよって話なんですけど、なんかめんどくさいんですよねごめんなさい。でね、まあWhen I walk down memory lane ってなんか、まあ、ママのことを言ってるんでね、まあ、R. ケリーもね自分のお母さんについて曲歌ってるし、ツーパックもね Dear Mama っていう曲歌ってるし、日本だと君へっていう歌があるんですけどね、Hey Mama プレスリーのレコードフリスビーの代わりに投げたらママヒステリーっていうね名曲があるんですけど、忘れちゃったんですけど、まあ、お母さんのことについてる歌っている歌をね、僕ずっとね恋愛の歌だなと思って、切ないなと思ってたんですけどね、まあ、そういう美しい誤認、美しくないかもしれないですけど、まあ、そういう誤解もあるったりするのがね、長いね R&B 愛の歴史の中のちょっとした恥ずかしい出来事の一つだったりするんですけど、まあいかがだったでしょうか。ちょっとね長々と語ってしまったんですけど、このねこのタイトル自分でつけといてなかなか言えないんですけど、 The Best of 90s Blazing Hot R&B and New Jack Swing 3枚組でね、アッパーメロなんだっけアッパースムースメロね、3枚入ってるんで、ちょっとね気になる方は買ってみてください。ということでこれで、全3枚組 CD の全曲解説が終わりました。じゃあまた次回です。バイビー ABC Yeah 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 it's fantastic Yeah 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 it's fantastic